それでは次の演舞は白河瞑想東京支部の皆さんです。準備の間、簡単にチーム PR をご紹介します。私たちは関東の社会人を中心に活動しています。今年の演舞テーマは袖しぐれ。江戸時代に存在した吉原遊郭を舞台とし、そこに住む花魁たちをモチーフとしています。私たちが描く4分間の物語をぜひお楽しみくださいというコメントをいただいております。チームを代表して白石和樹さんに今年の作家の意気込みをお聞きしたいと思います。白石さん、意気込みをお願いいたします。はい、私たちは白河瞑想東京支部と申します。原宿スーパーよさこい、私たちも、3年ぶりですかね、本当に久しぶりに出られて光栄なんですけれども、今ご紹介に預かった通り、袖しぐれという花魁道中をテーマにしているんですけれども、可憐な、女性体の動きと力強い法被の、動きが、特徴となっております。精一杯力強く踊らせていただいたいと思います。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。3年ぶりに参加させていただいて本当に嬉しく思っております。どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは終わります。白河瞑想
島にひとときの夢を語りて。ありがとうございました。